こんにちは。動画をご覧いただきありがとうございます。熊本のバスを釣ろうの Vlog の深夜です。今日は萩尾ため池に来てみました。今回の動画はですね、実況動画ではなくてちょっと検証動画ということで、カメラを回しています。今ちょうど2月の上旬が終わりかけようとしている時期なんですけども、やっぱり1年の中で一番寒い時期っていうのはこの時期だと思うんですよね。で、そういう時っていうのはだいたいバス釣りのセオリーとしては水温の安定してる深いところを狙えっていうのが、通説だと思うんです。実際じゃあどこが深いのか、どういう風に深いのかっていうのって、ボートだったら魚探があるんである程度わかると思うんですけれども、おかっぱりからだとなかなか把握しづらい、部分があると思います。なのでですね、今日はこの萩尾ため池、おかっぱりアングラーとかボートアングラーが、すごい訪れる、熊本の超メジャーフィールドですね、の、深いところはどこかと、特におかっぱりから狙える深いところっていうのは、どこ でどういう風になっているかっていうのを魚探ですとか、こういうアクションカメラを水中に沈めてこの水中の動画とかを撮ってみようかなと思って今回、企画動画を作ってみました。といっても今日の水がかなり濁っていて、正直水中の映像撮れるか分かんないんですけれども、こういったものを使ってですねちょっと動画を撮ってみたいと思います。ということで、いろんな道具を駆使してですね、熊本一のメジャーフィールドである萩尾ため池を、すっぱたかにしてやろうということで、特におかっぱりアングラーの方、必見な動画と思います。おかっぱりから狙える深いところというところにスポットを当てて今回、動画を、作ってみようと思いますので、ぜひ参考にしていただいて、冬のバス釣りに役立てていただけたらなと思います。ということで早速なんですけれども、萩尾ため池で一番深いところっていうのは、どこなんだろうという話なんですけれども、まず先に答えを言いますと、ここになるんですよね。萩尾ため池に来られたことある方ならもう何回も目にしている光景だと思うんですけれども、ここから、ここに向こうにかけて一番深くなっております。で、具体的にどんなに深くなっているのかというとですね、ちょうど今魚探に移しておりまして、はい、萩尾ため池は、こういう風になっております。これ、ガーミンの魚探のクイックドローコンターズでしたっけ、という機能を使って、自分で作成した、萩尾ため池のマップ、等身線なんですけれども、これを元にすると今ちょうどバツがついていると思うんですけれども、ここが、一番深いところというふうになっておりまして、ここでだいたい 7.6m で、これが、今の船のあるとこなんですけれども、だいたい先ほど申し上げた通りあの辺りが、一番深い 7.6m 付近となっております。で、この魚探では、こういうふうに、深さを色分けしておりまして、こういうふうにだんだん深くなっていってて、7メートルはこの紫色で表示されるようになってます。7メートルより深いともうこのピンク色になるんですけれども、多分ファギオはこの色はないんじゃないかな、だいたいこの辺りがこの一帯ですね、これが、7メーター付近となっておりまして、そうですね、一番深くて、8メーター、8.2、ちょうどあの辺りが 8.2 メーターらしいですね。
ということで、まあ、まずおかっぱりから一番深いところを狙いたいという時は、ここからアプローチしてみてもいいんじゃないかなと思います。じゃあここがどういう風になってるかっていうのを実際にその深い場所に今から移動して、検証してみたいと思います。あ、ちなみにこの地図の見方なんですけれども、こちらが北ですね。で、こっちが南になりまして、こちら側に行くと北ワンドで、こちら側に行くとインレットとなっております。ただインレットはもうそこまで深くないので、今回は、まあ、ちょっとおかっぱりからここら辺も狙えるんで、ここら辺にもちょっと行ってみようかなと思います。じゃあ早速向かってみましょう。はい、じゃあ早速深場に向かって、行ってる途中なんですけれども、まず岸沿いですね。ここでだいたい水深 0.9 メーターか1メーター 1.2 メーターとなっておりまして、これから右に行くとおそらく8メーター付近まで一気に行くんじゃないかなと思います。で、ここが、ダウンヒル、まあ、駆け上がりになっておりますので、こういう風にですね、一気に1メーターから6メーターまで下がりました。で、このまま行くともう今 7.7 メーター、今現在この時点で 7.7 メーター、およそ8メーターになりますので、おかっぱりから十分狙える距離で、最深部があるという形になりますね。今現在ここは 7.9 メーターみたいです。ここから先もしばらく、およそ8メーターラインが続きますので、深場を狙うとすると、この辺りをP 巻いたスピニングでメタルワイヤーで遠投してリフト&フォールとかするといい感じでアプローチできるんじゃないかなと思います。じゃあ実際この固定がどういう風になってるかっていう話なんですけれども、まあ、ここに何か映ってますね。これが魚の影なのか、もしくは、ウィードというか、なんか草が生えているのか、何かしらの、物体があるということでですね。はい、今、8メーターラインを北に向かって航行しているところです。あ、これなんか映ってますね。これはおそらくなんか魚の影だと思います。なんか下に映ってるんで、もしかしたらなんか何らかの魚がいるかもしれないですね。こういったところを、メタルバイブとかで、探ってやるといいのかもしれないですね。今通常魚探を、回してるとこなんですけども、ちょっとこれドインズが乗っちゃってるんで見づらいんですけれども、こういうのは、ベイトフィッシュかバスの、影ですので、今がちょうど5メーターぐらいにこいつら5、6メーターぐらいにこれがいるんですかね。そこよりもちょっと、1、2メーター高いところになってますね。ちなみに今、水温が 7.7 度とかなり冷え込んでます。で、これが表層の、水温なので、実際水中ってなると特に、底、ボトムはかなりまだ水温が下がってると思いますので、まあ、参考までにですね、見とってもらえたらと思います。では今からこの中華アクションカムを水中に沈めて、水の中どうなってるのかなっていうのを、リアルに見ていこうと思います。ただこの天気と水の色なので、まあ、もしかしたら十分に、満足いく映像が撮れないかもしれないんですけれども、試しに挑戦してみたいと思います。何も映らなかったらすいません。
はい、こんな形でセッティングできました。せっかくなんでですね、ちょっと深いところ、こうなってるところの下で、お、ちょうどなんか下に来ましたね。この辺りで一回カメラを投入してみたいと思います。ちょっとアクシデントがあって、アクションカメラ単体だと、浮力が高すぎて、カメラが沈まないという現象が起きてしまったので、ちょっとレスキューロボに、つないで無理やり沈めてみたいと思います。よし、行ってこーい。さあ、果たしてちゃんとそこの映像は撮れてるんですかね。ちょっと浮力が高いせいか全然そこが撮れないんですよね。多分今そこについてると思うんですよ。じゃあこれでしばらくトローリングしてみますか。すいません、ちょっとノイズが乗っちゃっててすごい見づらいんですけども、この魚探のノイズ対策したいんですけれども、なんかいいアイデアありますかね。振動子とモーターを離したりだとか、あと水中アースを取ったりとか、いろいろやり方があるみたいなんですけれども、これはちょっとかなりモリモリ魚探じゃねえや、ノイズが乗ってるんでかなりやりづらいですね。今アクションカメラ見直したんですけれども、全く映像撮れてませんでしたね。残念ながら失敗ということで、ただですね、大体のこの萩尾ため池の深いところの地形というか、ボトムがどういうふうに、ディープがどういうふうに広がっているかっていうのはちょっと分かっていただけたかなと思います。今ここで 7.4メートルですね。で、だいたい岸からの距離感がちょっと分かりづらいと思うんですけれども、岸から遠投してもらえればだいたい8メーター付近届くと思いますので、ちょっと遠投用のタックルを用意していただいて、思い切りルアーを遠投してもらえたらと思います。ここからこういう風に深くなっていって、ふっと、また浅くなるっていう感じとなっておりますので、参考にしていただけたらなと思います。あとおかっぱりからですと、ここの地点からも、深いところを狙えるかと思います。ちょうどここからこう沖に向かってですね、
で実際、深さはどうなってるかというとこんな風になっておりまして、ここがだいたい 5.2m なので、ここからこう投げてもらったら、5m ラインを引けるということになります。 5m も割と深い水深ではあると思いますので、いろいろ探ってみると面白いのかなと思います。実際固定はどうなってるかというと、ちょっと走らせてみますかね。確か一回減衰した時に見た時はそんなに、ストラクチャーらしいストラクチャーっていうのはなかったと思うんですけれども、たまに何か魚体に移りますね。下がって最終的に 5m ラインに到着するという感じになります。こちらもぜひ参考にしてもらえたらと思います。ということで、簡単ではありますがこんな感じで萩尾ため池の、ディープはどうなっているのかという検証動画を、上げてみました。参考になったかはわからないんですけれど、まあ、こういったアプローチもあるということで、ちょっと頭の片隅にでも置いとくとまた攻め方にバリエーションが、増えてくるのかなと思いますので、よかったらちょっとだけ参考にしてもらえたらと思います。今が2月の8日でしたっけ、まだまだしばらく寒い日が続きますが、もう3月4月となるとだいぶ暖かくなってくると思いますんで、もうしばらくの辛抱ですね。この寒い冬を乗り切って晴れ幕を夢見て今から戦略を立ててみるのもいいのかなと思います。ということで、今回の動画は以上となります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次は、調光の模様をお届けできたらと思いますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。それではバイバイ。